国家憲兵隊、国家憲兵隊、国家憲兵隊は、フランスの警察組織の一つ。フランス国防省及び内務省の管轄下にある、国家憲兵として、主として、地方圏での警察活動を担当する。また、警察組織であると同時に、陸軍、海軍、空軍と共に、フランス軍の一部を構成している。単に、ジャンダルムリと呼ばれ、 古フランス語の武装した者たちが語源である。ジャンダルムリの起源には諸説あり、中世1190年の主英館の創設まで遡るという説もある。また明らかな起源としては100年戦争中に創設されたこの駅兵隊及びがある。当初、これらの部隊の管轄権は国王領に限定されていたが、1536年1月25日の 布告によって民間地域にも拡大された。18世紀に入ってジャンダルムリは全国規模の警察組織として再編されることになった。1720年には大規模な改編による組織効率化が行われ、1779年にはさらに増強された。フランス革命前夜には4114名の兵力が確保されていた。革命期には 民衆の弾圧につながるとして一度は解体されたが、1791年2月16日、現在の体制で再編成された。一般警察業務については、おおむね、地方部は国家憲兵隊、都市圏は国家警察が分担しているが、多くの点で入り組んでおり、治安出動などの緊急活動については、明確な区分は、ほとんどないのが実情である。 1941年以降、県庁所在地及び人口1万人以上のコミューンには国家警察の地方支分部局が設置されて、これを担当し、それに満たないコミューンは国家憲兵隊が担当するものとされていた。その後、1995年1月21日の法律に基づき、1996年9月19日から基準が変更され、 人口2万人が境界線となった。また、国家憲兵隊固有の任務として、裁判所や政府機関、在外交換や、空港の警備や、沿岸警備にも当たっている。国家憲兵隊は、元来は、国防大臣の指揮を受けていたが、平時の警察活動に関しては、機動憲兵隊は、内務大臣の指揮を、県憲兵隊は、県知事の指揮を受けていた。また、北軍州、 省庁への配属部隊は、それぞれの配属先の指揮を受けていた。その後、2009年1月1日より、内部部局と実施部隊の指揮権は、全面的に内務大臣に移管された。ただし、軍政面の管理権と教育機関の指揮権は、引き続き国防大臣が所掌しており、また、隊員の軍人としての資格も維持される。なお、フランスの司法制度の規定上、 国家警察と同様に、国家憲兵隊においても、司法警察、刑事警察活動は、予診判事、の指揮監督を受ける必要がある。内部部局として、O イコールドイコール、聖ヌケに C イコールレイコール無理の鬼、国家憲兵総局、DGGN が設置されている。DGGN は、三つの壺根と、それを保管する二つの部によって構成されている。 DGGN の励下には、下記のように3つの主たる、実施部隊が設置されている。またこのほか、DGGN 直轄部隊として、タイテロ作戦部隊、特殊部隊である、合い介入部隊、議員、原子力発電所警備を担当する、特殊防護小隊、が編成されている。また、他軍種、省庁の指揮下に分権されている部隊として、下記のような部隊がある。 機動憲兵隊と県憲兵隊の大裁下の階級賞は検証に入っている線の色が黄色、機動憲兵隊、白色、県憲兵隊と異なる。正規憲兵官は将校及び歌士官で構成される。また兵士としては、任期制、第一任期二年、さらに三年延長可能の憲兵助手、当初は1998年以降は、の制度がある。 第二次世界大戦後、国家憲兵の装備火器は、連合国のものや、ナチスドイツによるフランス占領下に持ち込まれたり生産されたりした、ドイツ製のものなどが混在し、非常に多彩になっていた。拳銃としては、ドイツ製のルガー P08 や、ワルザー P38 が多用されていたが、フランス製の矢も用いられていた。また、短銃についても、フランス製ののほか ドイツ製の MP40、イギリス製のステン、アメリカ製のトンプソンが用いられていた。1950年代に入って、フランスの兵器生産能力が復旧するのに伴い、整理が始まった。おおむねフランス軍に準じた装備体系が採用されており、準軍事的任務に備えて、モス36小銃及び、半自動式のモス49小銃が導入されると、 共に短期艦銃はマット四4 9に統一された。拳銃については、1957年以降、軍と同様のモス五5 0への統一が進められていった。国家警察で主力装備とされていたマニューリン MR73 回転式拳銃は相談数の少なさが嫌われて、国家憲兵ではごく少数の導入に止まったとされている。1980年代からは、 やはり軍と同様に、ベレッタ M92G の導入が開始された。また1986年より、機動憲兵隊においては、のような非常配備に備えた装備として、FAMOS 小銃が導入された。これに伴って、短期間銃の装備は一旦廃止されたものの、その後対テロ作戦部隊を中心として、H&KMP5 が配備された。また2000年代に入ると、 国家警察と補聴を合わせて、正式拳銃はオームネシグサウアー s P2022 に統一されている。なお、国家憲兵の武器使用基準については、国家警察よりも自由裁量を許したものとなっている。国家警察では、警察官の武装は、警察官あるいはその保護下にあるものを守るためにのみ、使用可能であ、特に被害射撃は人を守るためにのみ許されるのに、対し、 国家憲兵では、物や武将を守る場合にも、被害射撃が可能とされる。2005年12月、フランス国家憲兵隊の高速道路警備隊の、取締り車両として使用されているプジョー306の、置き換え時期が迫ったことから、その代替車として、初の日本車スバルインプレッサ RX を150台、購入し準備配備されるというニュースが伝えられた。フランスでは、 プジョー306は追われても逃げ切れるパトカーとして知られており、その他ドイツ車をはじめとする高速車の速度違反を多数取り逃がしていたことから、それらを捕まえるためでもあると言われる。2010年からは、ルノー・メガーヌのスポーツバージョンであるメーヌルノースポールをベースとした車両も導入されている。ツール・ド・フランスのコース上における、監修整理、走っている、選手集団の警護、 政党付きの白バイで先導している、競技の不正、ドーピング取り締まりを行っているのも彼らである。IT 関連の導入、維持、管理費用を削減するため、オープンソースのソフトウェアを積極的に取り入れている。2013年現在、3万7千台のコンピュータで Ubuntu を使用しており、2014年夏には7万2千台まで台数を増やし、 ほぼすべてのコンピュータにオープンソースの OS を入れる予定。フランス議会上院やウィーンシ政府を抜いて単一組織としては世界最大のウブンツユーザーとなる。シンボルは手榴弾。これはイタリアのカラビニエルやイギリスのグレナディアガーズと同じである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。